所が起きると俺らやりづらいやつ、ね、ゆるっとですもんね、ゆるっと、はい、なんかゆるっとって言いながらこんなに興味を持って遊びに来てくださった方がいて嬉しいです、嬉しいです、はい、バイオリン機の小畑亮吾といいます。メディアアーティストの大久保です、よろしくお願いします。事の経緯を話すと、初日に大久保くんの作品を見て、これ絶対一緒にやったら面白いって初日に思って初日にいきなり声をかけて、初対面の時にで、僕がバイオリンを弾いてるけど、バイオリンだけじゃなくエフェクトとかいろいろかませてやってるから、そこと作用して何か面白いことができないかっていう話をしたら、もっといろいろできるっていろいろ出してくって触ると光るっていうのの、バーバージョン、クラブバージョンで、なんでちょっと他いつもよりもなんか氷が入ってたりとか、ちょっとおしゃれにお酒が入ったりとかしてるみたいなので、本当に自由に触っていただいて、触っていただきたい台です。はい、でこいつはパソコンにつながってて、いろんなエフェクト、例えば小畑さんの弾いたバイオリンにこれを使ってエフェクトをかけるとか、バイオリン弾いてる時だけ光るみたいなとか、いろんなモードを用意してあるので、皆さんに飲みながらおしゃべりしながらゆるゆると、グラスに触りつつ、グラスに触ったりとか、そこにいろいろ用意していただいたので、お好きなグラスに差し替えていただいて一回見込みつかない。そうですね。あ、なんか今言うとったことした氷とかマフラーとか全部用意してあるので、はい、今回は 手というかこれでこうカラカラカラみたいな、はい、そうですね、上が、はい、こういう感じで入れたりとか氷入れたりとかして、ちょっとこういろいろ遊んでもらえたらなっていう。周りの照明ってもうちょっと落としたら暗すぎるな、ここぐらい。あ、私もいいですか。もう入場の方がいないけど暗すぎるかもしれない、はい、とか、今これはバイオリンが鳴った時だけ光るモードみたいなのを作ってあって、で今言ったバイオリンの音にエフェクトをかけれるっていうので言うと、今選べてリバーブとディレイ、エフェクトっていう影響って意味ですけど、音に影響を加えるっていう効果なんですけど、この弾いた音が遅れて聞こえてくるとか、コーラスこうリバーブで空間で広がっていくみたいのをここで触るといじれるようになっていく、それも今いっぱい試してる。実験室の名の通り、僕ら今初めてこのセットを組んだのでどういう風になるか、いきますか。わかります？音が広がる。
はい、こういうことができると。なんとなく分かりますか、何が起きたか。僕は今めちゃめちゃ楽しかった。僕も楽しかった。結構影響しますよね。できる感じですね。はい、面白いことをちゃんと起きてて、まあ、僕が弾いてる音に大久保くんが作用していて、僕が弾いたことで光るこれが上の萌えさんたちが動かしてる光に作用してる。だから結構ちゃんとこう、そうです、みんなが干渉し合ってる状態になってるんだよね、自分で。萌えさん、萌えさんさ、はい、なんかちょっと動かせるドライフラワーないですか？いや、なんかそしたらここに来るとまた上にさ入れるね。そうすると影がね、今音と光だからそこに影が今度入ってきたら結構またすごい。本当だ。このあのしドライフラワーのしなりで今ディレイがかかってる。これ結構また面白い。今だから僕がここから僕の音をいじって、俺はこれの光をいじって。そうです。今こっちは触ってもディレイは動かない。動かないです。はい。すごい空間ができた。ディレイのかかりが緩くなるみたいな、これ楽しいんだ。これ楽しいんだ。これ楽しいんだ。楽しいんだか。